はい、皆さんこんにちは、愛の戦士でございます。さあ、ついにシャドーバース新パック来ました。俺も帰ってきてすぐこれを取って、もう鮮度バッチリの状態でちょっとカードパック開封をやっていきたいと思います。今回第6弾はなんと、リーダースキン付きのねカード、インペリアルドラグーンとドロシー、がついてくるって。でもね、さっき確率見たんだけどね、低かった。レジェンドがだいたい0.09 なんだけど、ドロシーとインペリアルドラグーンだけ 0.03 なんだよね。まあこれちょっと出すのはちょっと厳しいかもしれないということだけど、まあ、ちょっと狙っていきたいと思います。今回はチケット22とルピデ26なんで48パック引けるんでやっていきます。グランドマスターの引き力見せてやろう。いきます。オッケー、もうパッパパッパ引いてくれましょう。俺が欲しいのはね、まあ、ヴァンパイア使ってるんで、うわなんか回ってますよこれが。ジョイーとワキー、宇宙を感じます、宇宙を感じます。夜空の瞳、うわー、ブロンズばっか、ブロンズばっかですね。幸先悪し。あー、エーロペー強かった気がする。でもなんだっけクラス、ウィッチャー使うね。はいはいはい、どんどん行きましょう。レジェンド爆撃落ちたとされ、きたー、キングエレガントル。なんかすごいんだよねこいつ。火力が手札の分だけ上がって疾走ついてて守護無視して攻撃できるって、キングエレファント。いやこれマンモスデッキ作れるぞ、キングエレファントプラスで。マンモスデッキどうなんだろうな、キングエレファントマンモスデッキ作るかこれ。いやキングエレファント来たら幸先吉尾くんですねこれは。レジェンド爆撃落ちたの再来かー、これは来ない。今回1コス強いよね、1コス系。こう今アメルって来たけど、ランページマンモスが来たんで、マンモスデッキはこれまた作れると、もう作るしかないと。レジェンド爆撃来たー、レジェンド爆撃落ちた。ウィッチですね、キマイラが強くなって帰ってきた。ギガントキマイラ、これうまくスペルブーストしたら顔にも飛んでくんで、盤面除去しとけば顔面リーサルマンができるっていう、ロマンコンボもしかしたらできるかもしれないですね。いつかそういう動画誰か上げてください。きたー、レジェンドマクキオジさんの再来だ。マジマクキ、しかもあれバンプキ、バンプキた、バンプキた。ヨルムンガンド、ビショップ、邪教の恩義、もう4枚引いていく。4枚、6パックで4枚引いていく。レジェンドマクキオジさんじゃー、おらーおら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 、レジェンドマクキオジさんじゃー。いやー、10パックのうち1枚でも出ればいい方なのですが、4枚引いてしまった。まあまあまあ、ここら辺さすがに確率が収束してくるか。引いていけ。いやー、まあ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 、4枚出たらまあまあ大満足でしょう。まあ10パック、初手10パックでこれですからね。これグランドマスターの引き力でーす。これすなわちグラマスの引き力。見ましたか皆さん、やっぱ持ってる男は持ってるんですよ。あー、飯まず動画だわー。愛の天使さんの動画は飯まず動画ですよ。いやー、ついてんだよな。ワンダーランドドリームズでさ、俺絶望的にレジェンドなかったから、ここで出てこれないと困るんだよね。さっきからね、このエルフフィットとポルックスがね、なぜか出すぎな感じするね。まあいい。いやー、出なくなってきたな。メデューサちゃん欲しいんだけどな。あ、ミスターフルムーン出たやん。ミスターフルムーン地味に強いと思うんだよね。入るか分からんけど、2ピックとかで強そう。よいしょ、どんどん行け。あー、ゴールド、あー、ちょっと出なくなってきたな。どんどん行きます。40、50パック尺あるんでどんどん引いていきます。おい、逆回復、あ、逆回復てかクフリンね、絶対強い。これクフリン、マジこれゴールドカードでもおかしくない。逆回復、逆回復、プロの逆回復出ねえな。ステンのヴァンパイアが来てくれたの、ありがたい。ふっふっ、グラマスの引き力ダメだわ。ダメだわ、来ねえわ。あー、なんかレジェンド出なくなった。まあ4枚出たらいいとこあるけどね。あー、全然出ねえわ。あー、今回ゴミ。レジェンド爆撃おじさんしたかったのに、爆撃、あー出ねえ。あ、くっそ、確率が収束していけ。もう、まあまあまあ、でもアド取ってる今、実質2枚ぐらいアド取ってるから40。うん、こっから引いていけ。で、これ残り2パックも全然引いていきますと。いや、ドルシーとインペリアル、てかインペリアルドラグーンが欲しい。海馬社長の声好きすぎんよ。はい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 、いけ、出ろ、逆からムーブ、きたー、レジェンド爆撃おじさん、逆からムーブきたー。これビショップだっけ、こいつクソ強かった気がする。あー、こいつクソ強いぞ絶対。レジェンド爆撃おじさん、元は取ったな。とりあえず元は取った。あー、とりあえず元は取りましたわ。
どんどん引いていけ。アイテール、アイテール取りました。あと26パック。いやー、これはレジェンド爆撃おじさんですわ。引いていけ。うんちを感じていけ。やっぱブラッドボーンでね、神秘高めてるからね。宇宙は空にある。うえっ、いやー、くそくそがー。いやー、でもバンプ、あー、でも夜分ガンダー引いたか。メデューサちゃん欲しいんだが、まあゴールドいいでしょう。ゴールド全然いいでしょう。メデューサさん、あ、バルバロッサー、これロイヤルだっけ。あー、これ強いね。戻ってくんだよね、確かね。はいはいはい。うわ、レジェンド爆撃おじさんなんだが、真面目に真面目にレジェンド爆撃おじさんなんだが、やったぜやったぜやったぜ。逃亡者、変態クソシャドウプレイヤー、やったぜ。ああ、もうたまらねえぜ、レジェンドまみれや。ああ、もうたまらなぜ。ああ、もうたまらねえぜ。ああ、ゴールド、ああ、まあでも、もう5枚出てる。もう5枚来たから、あ、6枚か、もう6枚来てる。ああ、レジェンド爆撃おじさん、しかも来たー、ヨルブンガンドとメデューサちゃんや、来たー、レジェンド爆撃おじさん、マジでやべえ、マジで引きすぎなくらい引いとるぞこれ。わあ、来たー、もうバズってる、バズってる、バズってるよ、お兄ちゃん、もうマジ無理。いやー、いやー、日頃の行い、いやー、これがグランドマスターの引き力。あちゃあちゃあちゃ、これはグランドマスターの引き力ですわ。いやー、素晴らしい、グランドマスターの引き力ですわ。これはグラマズ、パック開封グランドマスターまであるわ。鬼ですわ、鬼ですわ。マジ何枚出たの、ま、何枚引いたのってぐらい引いたよ今日。いや、もう満足、一本満足、やーばい。いやー、もう十分。いや、もう賢者タイムまである。まだ16パック残ってるけど、もう賢者タイムだもん。もう全然賢者タイムだもん、全然。あ、こいつ強いよね、確かね、クソ鳥。こうクソ鳥絶対強いと思うんだけど。絶対、なんか今回さ、ネクロとロイヤルとビショップが普通に強そう。なんかネクロいつの時代でも強い気がするわ、マジ。なんかバンパイア普段使ってるんですけど、今回バンプがなんか微妙そうなんだよな。まあ分からんけど、使ってないから分からんけど。メデューシアナとかめったに完成しないんじゃないのとか思いつつ、メデューサちゃんのデッキを作りたいんですけど、ヨルムンガンド2枚してくれたら助かるな。はい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 。あ、出なくなってきたな、出なくなってきた。あ、これロー、今ローナウロード挟んだから絶対出る、これ。くそー、円卓会議でレジェンドが出る方法について、ぜひ。何枚当たった、何枚当たったこれ。やばいやばいな、もう満足だわ。もうドロシーとインペリアルドラグーンがこれで引ければもう超絶満足。レジェンド爆撃おじさんじゃー。いやー、もう、いや、もう引き切った感ある、賢者タイム。うわー、また出たー、来たー、ステラちゃん、もうね、うわー、すげー、うわー、捉えられた感じ。マジでバグってる、マジでバグってんだけど、プレミアム、マジでバグってる、マジでバグってるぞこれ、マジでクソバグってる、マジでバグってんだけど、何枚引いたこれ、マジクソバグってるんですけどこれ。いや、マジバグですわこれは。これバグ以外の何もない。しかトワイライトクイーンめっちゃ強いな今回。ネクロやっぱ絶対強いと思う。何枚引いたか見ようぜ。カード一覧やーべえわ。レジェンドの最新のパックだけにして、やばいね。1 1 2 1 2 1、あ、ごめん、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12枚、12枚引いたぞ、12枚引いたぞこれ。やべえ、マジクソ引いたんですが、はい、マジレジェンドを爆引きしまいました。あ、これがグランドマスターの引き力でした。はい、じゃあ今回はこんな感じで、なんか飯まず、皆さんにとっては飯まず動画になってしまいましたが、はい、こんな感じでお疲れ様でした。バイバーイ。